先生、今日は蚊に食われたんでね、蚊を殺す装置を作ろうかと思ってさ、はい、蚊に食われてない？いや、蚊に食われてますよ。なんかね、蚊取り線香をさ、はい、ちまちまと入ってたってさ、はい、あんまり蚊が死なないんだよね、はい、蚊を一瞬で殺すぐらいの蚊取り線香の威力を、増強マシンを作る。この段ボールですか？この段ボールで。めちゃめちゃでかいじゃないですか。これを見たら蚊が逃げ出すという。これで完成したんでね、はい、この中に蚊取り線香をこう挿入して、はい、空気砲で蚊を一網打尽と、はい、空気砲ですか？空気砲で、煙をたくさん欲しいから。死ぬしょ、これでは蚊。そうですか。死なんかい。先生、今大丈夫ですか？めっちゃ吸ってますけど。蚊じゃないから死なないと思うんだよね。大丈夫ですか？有害じゃないですか。いいね、ちょっとこれを、はい、焦げるのかな。これ蓋したらさあれ誰か消えちゃうんだ、火。なんかそんな気がするんですけど、どうですか？ね、あんまりすごい煙ですね。すごいね、もうね、はい、充満したから、はい、この一撃を食らえば、はい、蚊も死ぬはず。いくよ、はい、蚊を瞬殺。いった？来ました。おお、二ついったね、連続。蚊は死んでる？蚊死んでますね。死んでる？死んでますわ。おお、連射。先生、後ろの方がいいみたいだ。あんまり変わんないのかい。これ何発でも撃てるね。すごいですね。何発でも撃てる。いくよ、はい、死ねっか。おーおお、輪っこが。これ人間も危ないよね。先生大丈夫ですか？ね。すごい、輪っこがちゃんとできてる。先生くっさいっすわ。おっぱ。人間にも効きそうで。いや、ちょっとやばいっすね。やめとこう。やめときますか、ね、もうこのもう耐えられないわ。これやばいですね、うん、通報レベルだね。そうですね。ほら、もう良い子のみんなはやんない方がいいわ、はい、どうしよう。